はい、続きまして山下選手に来ていただきました。よろしくお願いします。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 どうですか、ユニフォーム着て今の心境。すごい新鮮な感じです。似合ってるじゃないですか。似てますか。移籍が何回目になる。3回目、はい、最初が千葉、ま、山口、はい、山口か、千葉だ、トスだ、そう、千葉だこれね。坪井さんも言ってたもん。そうです、坪さんが山口時代に一緒にプレーさせていただいて、あ、まあ、副大のそうだよね、もあっていろいろアドバイスとかも面倒を見ていただきました。うーん、はい、まあでもね、うちにはね、高校、大学の先輩がいるってことで、嫌でしょ、一緒にだってね、当たり前だしね、まあ、絶対なんか、絶対なんか自分の方が試合で始めたらさ、お前ちょっと何やってんの。そんなそういう感じですか。いやでも僕が高校の時とかも、初ビルとかでも顔を出していただいてて、その時、オリンピック終わった時とか代表入ってる時だったんで、もう本当にテレビの向こうの選手の存在とかだって、で、まあ大学に入って何回かこう年末に福岡でトレーニングは何度かさせてもらってて、その時はまあ挨拶程度でなかなか喋れなかったんですけど、でも FC 東京は、まあ、自分がプロ入って、まあ、何度か話す機会も増えて、今回 FC 東京に決まりそうな時も連絡いただいたり相談したりしたので、本当に何て言うんですかね、いろんなことに本当協力してくれて、何か問題あったらすぐ言えよと、こんな優しいんだと思って、驚きでした。まあ、確かに、まあでもそういう感じで、まあまあ、まあ、本当面倒見がいいんだなっていうか、まあなんかそのコンビもすごい楽しみだと。だってね、はい、タイプ的にもお互いを生かし合える、はい、イメージが浮かぶんだけど、どうですか、そのあたりは。そうですね、すごく楽しみというか、まさかもう本当に健介さんと一緒のチームで一緒にプレーできると思ってなかったんで、まずそこは嬉しいのと、やっぱりタイプ的にも違うと思うんで、一緒に試合に出れたらいいなと思います。途中に FC 東京からこう話があって、はい、どんな感じでした？すごく驚きました、正直。僕でいいのかみたいな感じで、素直に、それはもう、なんか嬉しいとかいうよりは、そっちの感情の方がちょっと出ちゃいました。だけど、アルベル監督が、まあ、2022年シーズン、指揮を取るっていうところで、ポジショナルプレーをするということで、まあ、僕がイメージというか、まあ、ずっと見てきた FC 東京は、ポジショナルプレーというよりかは、しっかりとした守備から素早いカウンター、本当に硬いイメージがあったので、だけど新しい、なんていうんですか、そのプロジェクトとかサッカーをのスタイルを変えるってところで、まあ、僕自身にも合ってるんじゃないかと思ったし、やっぱもう1段階2段階レベルの高い選手がいる中でチャレンジしたいなっていう思いが強くて、東京に来させていただきました。ポジショナルプレーとかって好き？好きです、ね、そういうの考えてる、なんかもうさ、はい、感覚っていうかで、点取っちゃう感じなのか。でもそうですね、僕は、まあ、本当に FC 東京で今いる選手は個がやっぱすごいのも分かってますし、だけど個で打開できたりとか、僕はどっちかって言ったら個っていうよりかは人に生かしてもらう、生かす選手だと思ってるんで、今の FC 東京にはいない選手だと思ってますし、だからそれがうまくマッチすれば、違った得点源というか、違った形もバリエーション増えてくるんじゃないかなと思って、すごく楽しみにはしてます。そういう感じ。だからまあ、久里とかと仲いいの、そういうことで、久里とかもなんか、気にはかけてくれてるんで、嬉しいです、動き出しとか、かけたところの感じとかね、なんかイメージできる。ニューさんいて、僕いて、すげえやりやすいタイプだと思うんですよ。使って、ニューさんが使って。いや、俺は伝えきれない。いまあでも、そういう部分で言ったらね、使ってもらってなんぼなわけじゃん。そうです、僕、はい、もう、その自分の、なんていうんですか、特徴も、まあ、全部が全部というか、理解しているつもりなんで、一人でボール受けて、ドリブル返して、一人でダメージもできる選手じゃないですし、うんうん、やっぱり、
どれだけ味方に要求して使ってもらう選手だと思ってるんで、そういう意味じゃ誰と試合するのが一緒にプレーするの楽しみとか、でもそれ本当に前線もクオリティ高い選手いっぱいいる中で自分の中でいろいろイメージはあるんですけど、うん、まあ、でも去年でもやっぱアデートの選手とか、パテッバーンって押し切って、チョンとしてディエゴ選手とか、やっぱりそのディエゴ選手もその位置に入れるから点が取れるという部分は、まあ、クオリティももちろんあるんですけど、やっぱあったんで、それは見たり映像見たりしてイメージはしてました。映像をちゃんと見るんだね。なんかその全体でも90分間見るって言われたんですけど、やっぱポイントポイントで僕も選手はやっぱ知ってるんで、あ、この選手の特徴はこうだからここにいようとか、僕自身心がけてるのはやっぱりフォワードで点取らなくちゃいけないんで、あのボックスには絶対にいること、まあ、プレースタイルとか戦い方によっては違うと思うんですけど、そこは意識してますね。はい、無駄に動きすぎるんじゃなくてみたいな。そうです、まあでも結構裏抜けしてポイント作ったりとか、でもその次はもう必ず相手のゾーン3というかゴールに近いところにいたらやっぱりそこにポジションを取っていけると思いますし、ちゃんとしてんのすいません、ちゃんとしてすいませんなんでね。いやなんかもう、なんかイメージは分かりますよ、言いたいことは、いや違う、フォワードの人ってなんか別に感覚的な、まあでもそうです、もうそれが結構あります。そのシュート打つときとかシュートシーンとかゴールシーン見てもやっぱ感覚がやっぱ本当に半分以上占めるところもあるんですけど、やっぱり感覚だけじゃその去年 J1 でやっぱプレーしてみてなんか許してもらえないっていうか、細かいところが、はい、ごまかしが効かないっていうのがすごく体に身に染みて、感覚プラスアルファでやっぱそのポジショニングとか相手ディフェンダーの距離とか、それで本当すごく体に覚えさせられてるか、もう吸収力が早いですよね。だってそうやってカテゴリーも含めて、で昨年も途中で怪我もあったんだね。ちょっとまあかなり1ヶ月ちょい早い、そうだよね、っていうのも、まあでもその中でなんかこうそのスタイルをフィットさせることができるのと、で本能でいくところができるっていうのは、結構それでもそれでドスティーサとかしてたじゃん、うん、それとかの影響もあるの。そうですね、もうそれやっぱ運んできてくれるっていうのは大きいですし、本当に最後のところでクオリティを出すために注意する。うんうん、楽しみですね。楽しみ。今はそうだ、そういう意味じゃ、長所と課題みたいなこと、はい、まあ、今課題というかここもう少しみたいなところあるんですか。ごまかしが効かないところで、例えばポストプレーとか味方にパス出す、その落としのミスだったり、ラフなボール来た時にヘディングしてそれも3つ味方につなぐだったり、まあ、ステーションに向かうと一つ一つのパストラップシュートの精度ってところでもう一段階上げないとやっぱ本当の意味で通用しないなっていうふうには、上手い選手じゃないからこそそれはもう本当去年悔しいぐらい痛感させられて、やっぱそれもやっぱ今年やっぱそれで成長したいなっていう気持ちで来ました。うーん、楽しみだよ、楽しみ、楽しみ、なかなかあのうちにいなかったというかタイプで、周りをその生かしながら周りを生かせるってことかな。でも結構やっぱ生かすがむしゃらにやるわけなんですけど、いやそれが結果的にね、周りを生かすことにつながって、周り生かすとね最後自分が生きることにつながるわけだから、それが多分一つレベルの中でできると、プレーの幅も必要があるかなっていう印象があるんで、まあ、これからそのキャンプで、まあ、3週間ぐらいある中でコミュニケーションを取ってもらって、自分の特徴を出してもらって、ね、試合ピッチの上で、なんかこう躍動する姿を期待しているので、はい、最後、一言。あ、そうですね、一言お願いします。あのファン、頑張ってます。で、それ俺めちゃぶりしやがってみたいな顔してる。いや、これ流れ流れ流れ。あるぞ、あるぞ、あるぞ。どういう流れでいくのかなと思って、結構、ガンガン来た。来た、来た。本当に、FC 東京のために、自分の持ってる力を全て出して、まあ、それだけじゃなくて、1年間通して成長して、チームの力になれるように必死に頑張るんで、応援よろしくお願いします。はい。
はい、ということで、山下選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。